ハムザ・ファン・スーリーの墓所へと続く道ハムザ・ファン・スーリーは、おそらくは16世紀後半に活動したスマトラ島あるいはアユタヤ出身のスーフィー詩人。イブン・アラビーの影響が指摘される、存在一正論に基づく神秘主義的な詩や三文をマレー語で書いた。マレー語文学の歴史における最初の詩人であると同時に、東南アジアにおけるイスラーム教授用紙の観点からも、 最初期に活動した人物とされる。現代にまで残った詩は32編、3分3編。ハムザ・ファンスー・リーは歴史上実在の人物であるが、没後に著作が文書にあい、資料上の制約もあって、その生涯はつまびらかでない。資料によると、イスカンナル2世の時代のアチェ・スルターン国に、グジャラートからヌール・ティン・ラーニー・リーという宗教者が来朝した。 ラーニーリーは、アチェの宮廷に、ハムザ・ファンスーリーなるスーフィーを精神的な死と仰ぐ、者たちが多いことを知り、その教説を、一端として激しく非難した。アチェの君主イスカンダル2世とタージュル・アラムは、ラーニーリーの意見を入れ、ハムザの著作を焼いた。こうした記録に基づくと、噴射を免れた32編の死が現代に伝わる、ハムザ・ファンスーリーは、イスカンダル2世の時代からそれほど、 遠くない過去、あっちに実際に活動していたことは確実である。通説では、ハムザが活躍した時代は16世紀後半と考えられている。ブラギンスキーによると、ハムザの生涯を再構成する材料になる主要な情報源は次の3種類に分類できる。第1は、作品中のタハルスバイトにおける自己言及である。第2は、ハムザの弟子や養護者。 例えば、ハサン・ファンスーリー、シャムスッティ・ムスマトラニといった文人が編んだ、ハムザの詩集に彼らが付した注釈である。第三は、15世紀から17世紀にかけて、アチェに来訪したヨーロッパ人の記録である。ハムザのマルエゴ詩は、シャイル・あるいはル・バーイーといったペルシア語詩の流れを組む、形式で書かれ、詩人の画号を入れるバイトを最終連に置く。そのタハルスバイトでは、 ファンスウリーとシャフレナウィーという二つのニスバが画号として使用されている。ニスバはトパニムの一種であるため、ハムザはバルスかアユタやどちらかの生まれであるか、もしくは長くそこに住んでいたなどの関係があることが示唆される。バルスはスマトラ島北西部の港町でアラブ人やペルシア人にはファンスールと呼ばれていた。シャフレナウはペルシア語で新しい町を意味し、 ペルシア商人たちによるアユタヤの故障である。さらに上期タハルスバイトによると、ハムザがメッカ、メディーナ、ダマスクス、クズスに巡礼し、バグダードも訪れたことが謳われている。バグダードではジーラーニー氏より送電を受けたとあり、これはカーディリー教団のタリーカで修行したことが示唆されていると解される。タハルスバイトの情報と同時代の文人たちの記述といった、 わずかな手がかりを根拠にして、ハムザの生涯を再構成する試みがなされている。ハムザの生誕地については、バルス説とアユタヤ説がある。アユタヤ説は、ハムザの作品を発掘し、最初の本格的な表伝を書いたムハンマドなブアッタシュが支持する。しかし、一般的には、バルス説が支持されている。通説では、ハムザは、バルスに生まれ、 西アジア各地を巡礼した後、アユタヤで暮らしたようである。その後、スマトラ島に戻って、アチェに住み、数多くので死を導いた後、同地で没した。墓所とされる場所は、バルスの少し北、シンキル川上流にあり、産経者の絶えない聖地になっている。しかし、ギローコリスは、カイロに保管されている、墓石の中から、 1527年4月11日の没年月日のある破壊誌を見つけ、その破壊誌が示す埋葬者が、東南アジアの詩人のハムザ・ファンスー・リーであると考え、その旨発表した。その破壊誌は、メッカのムアンラー墓地にあったもので、20世紀にワッハーブ派の破壊から免れるため、カイロに避難させられたものである。この発表が確かならば、ハムザの活動時期は、 半世紀遡る。また、ハムザは、アチェの宮廷に住んでもいなければ、そこで施策をしてもいない、バルスから、メッカへ巡礼したおり、そこで隠ししたことになる。ギローコリスは、破壊死に刻まれた埋葬者名を、シャイフ・ハムザブン・アブドゥ・ダー・ファンス・リーと呼んだ。しかし、ブラギンスキーはこれを不確かなものと反論し、 墓石の埋葬者名は地形のニルマンスーリーの誤りではないかとする。アタスは、ハムザの没年を1590年頃、あるいは、それよりも早い時期と推定し、概ね支持されている。ブラギンスキーはそれまで参照されていなかった、上記第三の情報源を検討して、ハムザが少なくとも1621年までは、存命であり、イスカンダルムダの時代に亡くなった。 すなわち没年を1621年から1636年までのいずれかの年とする仮説を立てた。これによると、ハムザの死没年は通説より30年下る。ハムザ・ファンスー・リーの試作品は全部で32編が現代に伝わる。それらは、シャイル・カル・バー・リーの形式をとり、長さは長いもので21連、ほとんどは13から15連を超えない長さである。 隠し作品の最終連にはハムザの画語が入っている。ハムザの陰文には連達の技巧があり、マレー語詞の構造にアラビア語からの釈用語が効果的に混ぜ込まれている。また、ダジャレや引っ掛けといった言葉遊びがふんだんに用いられ、ユーモアのある一面や指摘技巧が示されている。ハムザには三文作品もあり、現在まで伝わっている作品としては以下の三作品がある。 ハムザ・ファンスー・リーは、マレー語で、イスラーム神秘主義について論じた初めての人物である。ハムザ・ファンスー・リーの神秘主義思想は、16世紀のペルシア・やムガル・アサ、インドに広まっていた、イブン・アラビーの存在一性論に影響を受けている。ハムザは、神を、人間一人一人を含む万物に内在するものと、捉えた。そして、各個人のうちにある神聖と自己を合一にする道を、 探し求めた。神がこの世界に現れていることを説く7段階の流出論や完全人間といった概念がハムザの作品には見られる。これらのイブン・アラビーの思想は当時の当初武道南アジアの一部には伝播していた。しかし、ヌール・ティーン・ラーニー・リーはハムザの思想が神は想像後も不変であるというイスラーム教の信仰に合致していないから異端であるとみなした。 ヌールッティーンは、グジャラート出身だが、アチェへ渡航した17世紀の神学者である。ヌールッティーンに感化されたスルターナ・タージュル・アラムは、ハムザの名前を歴史から消そうと試み、その著作を焼いた。ありがとうございます。